オーストラリア海軍に移った後の駆逐艦。ウォーターヘンウォーターヘンは、イギリス海軍、オーストラリア海軍の駆逐艦。イギリスのアドミラルティ W 級で、1933年にオーストラリア海軍に移管された。クズ鉄船体の一隻。1917年7月3日寄港。1918年3月23日浸水。1918年7月17日浸港。 1933年10月11日に、オーストラリア海軍に移管され、HMS ウォーター編から、HMAS ウォーター編となる。1939年の終わりから地中海で、活動した。1940年12月27日、バルディアへ向かっていたスクーナーを打歩。12月30日夜、対戦トロール戦バンドレロット衝突し損傷。バンドレロは沈没した。 1941年6月28日、ウォーター編は、駆逐艦ディフェンダーと共に、アレクサンドリアを出撃し、敵の包囲下にあるトブルクへの補給へ向かった。29日19時45分、2隻は、ソルム沖で、イタリア軍の G87 級降化爆撃機7機に、攻撃された。投下された 500kg 爆弾の一発が、船尾に命中し、 機関室とボイラー室に浸水してウォーター編は航行不能となった。ディフェンダーに栄光されたが6月30日1時50分に転覆し沈没した。同艦はオーストラリア海軍にとって第二次世界大戦で初の損失艦となった。ありがとうございます。